桑田和子のオンラインミニ講義第47回です。前回までは4つのポジショニングのそれぞれの、ポジションの伸ばし方、使い方というお話を順番にしていきました。その前回最後のところで BS、バックサポートの力をうまく使っていくというところで改善の話をしましたね。改善っていうのは今ある仕組みをより効率化していくことなんですね。精度を上げたりスピードをアップしたりとかして、まあ、すでにあるものをより良いものに変えていくというところでした。ただですね、このいくら良いシステムだったり、まあ、良い状態であったりとかしても必ず古くなって寿命に向かっていきます。まあ、それは会社なんか見ていても、ね、分かりますよね。会社の寿命ってだいたい30年ぐらいって言われてたりしますけれども、まあ、同じことをずっと続けていたら、まあ、創業当時とか、まあ、創業して5年後ぐらいのやり方を、まあ、20年とか続けていたらどんどん、まあ、周りの世界も変わっていきますし、会社自体も古い体質になっていってしまうということで、25年前にうまくいった方法は今は陳腐化してしまって古くなって寿命を迎えてしまうということになります。ですから、その毎日毎日のことは改善をしていくということでいいんですけれども、もっとこう長期的な視点で考えたときにはイノベーションというものが必要になってきます。イノベーションというのは、まあ、改革していくことなんですけれども、世界を作り出していく、まあ、世界を変えていくということになります。改善ではなくイノベーションなんですね。で、イノベーションは今を良しとしません。で、この今を良しとしないっていうのは、まあ、例えば今がすごいマイナスにあるからそれをゼロに戻しましょうっていうような、そういう程度の低いものではなくて、まあ、今が大変良い状態であったとしてもこのままで良いとしないということです。まあ、今現在が、まあ、例えばですね、人生をこうずっと振り返ってみて、今現在がこう過去と比べたら結構いいですよとか過去最高みたいな方も、まあ、そういう人っていうのは過去は今に比べて、今から過去を見た時には、あ、未熟だったなとか、あんな恥ずかしいことをしていたなみたいなことがあると思います。で、今を肯定していて、まあ、別に過去を否定をするわけではないんですけれども、まあ、今を作る栄養になっていたりするので否定はしないんだけれども、まあ、過去を参考にしてあのやり方をもう一回やろうとかは思わないわけですよね。ですから、過去っていうのは未来に向けての参考にはならないですね。で、イノベーションは世界を変えることですから、この過去を参考にして改善していったり何か良くしようっていうふうには、そういうふうには使っていけません。で、イノベーションしていくっていうことは、昨日より今日がいい、で、今日より明日がいい、明日より明後日がっていうふうに、まあ、どんどん良いものを生み出していくということをしなければならないんですね。ですから、うまくいっている人、成功している人、幸せな人、そういう人ほどイノベーションが必要になります。だから、まあ、うまくいってない人とかね、成功をしていませんとか、そういう方はちょっとやり方を変えてみるとか、修正をかけるとか改善をするとか、そもそもの前提は間違っていないかとか、そういうところをやればいいんですけれども、もうすでにうまくいっている、成功している、幸せでもあるっていう人はね、今の状態がいいから、あえて変えようっていう気になかなかならないんですよね。そんなことないんですか、皆さん。今がすごい良い状態だったら、もうこのままずっとこれでいいわってなっちゃいますよね。でも、そのやり方をずっと続けていたら、必ずこう落ちていくというか古くなっていくので、同じやり方、同じ方法っていうのは、まあ、続けていくことはできない、まあ、続けていくことはできるんですけど、続けていって同じ結果を得ることはできないということになります。ですから、そのすでに、うまくいっていることは次第に通用しなくなるという前提のもとに、先手を打っていかなければいけないんですね。ですから、うまくいっている人ほど世界を変えるっていうことを意識してみてください。また次回以降にこのイノベーションのやり方、具体的にどういうことをしていったらいいか、どういうふうに考えていったらいいかというお話をしたいと思います。では、今日の講義はこれまでです。